地球外生命、地球外生命、地球外生命、略称、ET とは、地球大気圏の外の生命の総称である。地球外生命という語はその生命が知的であるか、知的でないかは問わず用いられる。人間が地球外へ出た場合はこの語に含まれない。1970年代から天文学者が主に、電波望遠鏡を用いて、地球外の知的生命の活動の兆候を、 探索しているが、未だに地球外生命体の存在は確認されていない。1787年頃、ラザロス・パランツアーニが、そもそも地球の生命は地球外から来たとする説を唱えていた。生命の起源は地球外にあるとする説は、パンスペルミア説というが、こうした説、仮説は DNA の二重螺旋構造を発見した、フランシス・クリックも表明している。 2003年に ESA が火星に送り込んだビーグル2号は、バイキング以来初めての生命探査を目的とした着陸機だったが、大気圏突入後に更新が途絶えて失敗に終わった。火星以外では、木星の衛星であるエウロパやガニメで、土星の衛星であるエンケラトゥスなどが原始的な生命がいる候補として注目されている。これらの天体は主に氷や岩石からできているが、 地下には液体の水の層が存在しているのではないかと考えられている。水中にはバクテリアがいるかもしれない。また土星の衛星タイタンも厚い大気圏を持ち表面に液体の炭化水素が存在していることなどから生命の存在する天体の候補に挙げられている。原始的生命に関しては太陽系内での探索が続けられているが知的生命に関しては 太陽系内は望み薄と判断されるようになり、太陽系外での探索が続けられている。NASA などによって地球外知的生命がいるのかどうか探査が行われている。セティ。現在行われている探査研究活動はいくつかの手法がある。一つは宇宙空間を通じてやってくる電波のパターンを受信し、解析することで 地球外の知的存在の活動を発見しようという試みである。特に近い星を絞り込んで行う手法もある。他の手法としては、地球から近い恒星の中から生命の生まれる可能性がありそうな惑星を持つものを見つけ、その惑星に対して電波をこちらから送信してやり、反応があるかどうか調べるという方法である。地球に最も近い恒星 惑星群の中には地球からわずか数光年数十光年程度の距離にアモノもあるので実験として現実的な年数の間に生命からの反応変身が得られるかもしれないという期待とともに探査が行われている受信方式の探査をパッシブ送信方式の探査をアクティブと呼んでいる楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください